せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、はい、ということで、はい、まず最初にですね、皆さんにお知らせがございまーす。はい、僕たちがですね、グッズを、まあ、絶賛発売しておりまして、はい、で、その発売期間が、今月12月の25日の23時59分まで、となっております。まだご購入されていない方は、ぜひぜひ、お早めにお買い求めいただければなと思っております。はい。ね、めちゃくちゃ可愛いよね、あの、グッズ。たち。なんかさ、言っていい？思ってた以上に売れた。おかげさまでね、うん。僕らのチャンネル2周年を記念して、とね、温めてきたやつだから、めちゃくちゃ嬉しいなって思って。いや、ほんと嬉しいよね。この期間限定で。まあ、キャラクター自体は終わらないけど、まあ今回ポーズとかね、なんかそういうのは今回で終わりかな。そうそうそう。次なんかやるかもしれないし、まだやらないかもしれないし、わかんないんですけども、はい。クリスマスも近いということで、はい、まあ25日が最終日なので、はい、プレゼントでね、送っていただいたり、はい、もしくは自分のためのね、クリスマスプレゼントとして買っていただいたり、はい、まあ記念として買っていただけたらと思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、これからもよろしくお願いいたします。はーい。終了。もうすぐですね。はい。2020年も終わりということで、あともう2、3週間で終わるよね。そうだね。ね。今年もね、1年僕たちいろんな動画を配信させていただいたんですけれども、僕たちの動画をちょっと振り返ろうかなと、思っております。はい。で、テーマを決めて、そのテーマに沿った思いつく動画をそれぞれにですね、ちょっと発表していけたらなと思っていますので。ひょにょ。まず、はい、撮影が大変だった動画の、なんだろうなぁ。ちょっと見てみよう。うん、撮影が大変だったやつね。ある？いや、あるっちゃあるな。ほんと？うん。いくよ。じゃあ、まず撮影が大変だった動画。はい。はい。糸を二人で歌ってみた。あれはちょっと大変だったなと思う。うん。何が大変だったかって、翔ちゃんがギターを弾いて僕が歌うみたいな動画だったと思うんですけど、まず翔ちゃんがね、やっぱ大変だったじゃん。まあそうだね。あの、超久しぶりにギターをさ、弾いたから、あれ何回も撮り直したよね。そうだね、何回もだったかな。うん。僕も僕で、歌がさ、やっぱり、そんなに上手くないから、うん。ちょっとね、苦労した。何回も撮り直したもん、あれ。はいはいはい。翔太は？大変だった、そうだなぁ。何それ？俺は、そこまで大変ではなかったかな。この動画以外に、なんか大変だった動画とかある？終了。じゃあ続いて。次。はい。じゃあね、一番、動画を撮るってなって、ワクワクした動画。ワクワクした動画。はい。探してみよう。うん。いくつかあるんだよな、これ。俺、そのワクワクした動画って言われて、ピンって思いついた。あ、ほんと？うん。じゃあ。一緒に答えてみる。あ、いいよ。うん。じゃあ今年2020年ワクワクした動画で、はい、じゃあ、行くよ、せーの。だーパン。はい、せーの。出会えてよかった。お？あー、ディズニーねー。買いましょう。あー。なんかいろいろ食べ歩きしてね。うん。あれはワクワクした。楽しかった。そう、ディズニーは良かったよね。いやー、俺もね、その一緒に行ったディズニーがね、十数年ぶりのディズニーだったのね。だからやっぱ久々に行ってディズニーはすげーなと思った。なんか YouTube 撮ってるなって思った。あー、確かにね。とてもワクワクしたね。俺はね、出会えたら良かったっていうあのサムネイルに書いてあるやつ。旅行ってか、泊まれなかったけど、またね、行けたらいいかな。いや、ほんと、来年またさ、どっか泊まりで旅行行こうよ。うん。みんなでさ、つーちゃんも一緒にさ、3人で熱海に行った時の動画。そう、ドライブで、熱海まで行って、で、で、浜辺で撮ったりとかしたさ。あれめちゃくちゃ楽しかった。楽しかったね。うん。確かに。そう、なんかドライブでどっか出かけるっていうのも久々だったから、すごいワクワクした。ね。この動画では多分10分ぐらいの動画だったけど、全然1日ぐらいやってたもん。そう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 。丸1日ね。丸1日。もう、明るい時間から夜まで。そう。小田原行ったりとか、それからね、熱海に行ったりとか。そうそうそう。とても思い出に残るやつだったね。充実した撮影だった、あれは。なるほど。うん。ひょにょ。
じゃあ次は、2020年、うん、一番思い入れがある動画。はい。はい、発表したいと思います。はい。思い入れのある動画ね。いや、もう俺は思いつくた。うん、俺ももう、あれかな？これも一緒に言う？そうだね。はい。じゃあ、一緒に言おうと思います。はい、せーの。せーの。結婚記念日何度も優しくされたり、人を信じてもいいと思わせてくれたのはりょうだった。やばい、泣きそうになっちゃう。尖って強気で言った俺を優しくしてくれたのは、りょうだった。こんな俺を好きになってくれたのは、りょうだった。だから、ずっとずっと、一緒に、いてね。今日はありがとう。これからも、ありがとう。結婚記念日。あれは本当に思い入れがある。うん。もう何が良かったって、翔ちゃんがさ、手紙書いてくれてさ、もうそれで二人でボロ泣きっていうね。あれはもう思い入れ残るよね。ね、なかなか普段泊まらないさ、なんか、うん、都内のさ、うん、いいホテルに泊まらせてもらってさ、で、はい、お部屋までさ、アニバーサリーのケーキと、シャンパンだっけ、うん、持ってきてもらってルームサービスみたいな感じで。はい、ね、雰囲気もめちゃくちゃ良かったしさ、窓からの景色もすごい綺麗だったしさ、うん、あれは本当に良かったね。ありがとう。うん。コロナとかにならなかったら、都内のホテルに泊まってないわけでしょ？まあ、なかなかね。都内で泊まってたとしても、ちゃんとね、素敵な場所いっぱいあるなーっていうのが再確認できたし、うん、忘れてたけど、みたいなは思ったな。そうだね。うん、ついついね、うん、なんか、温泉旅行とかね、うん、海外とかね、うんうん、そっちに行きがちだけど、身近なところでね、うん、うん、いい思い出ができた。いい思い出できたね。うん、はい。よかった。終了。僕たちの動画でですね、結構お互いにドッキリを仕掛けることが多いんですけれども、うん、その中で一番びっくりしたやつは何だった？はい。はい。はい。もう俺はね、決まってんのよ。ほんと？うん。それぞれ多分違うと思うんだよね。じゃあ、まず、うん。じゃあ、りょうが仕掛け、りょうが仕掛けられて、一番びっくりしたやつ。はい。ゲイカップルドッキリ、他の男とイチャついてたら、これ、ショウタと、ツーちゃんと俺で3人で居酒屋に行って、なんか、ショウタとツーちゃんがイチャイチャするやつ。ありましたね。いやー、あれはね、本当にね、イラッとしてるよ。イラッとするよね。あ、コメントもすごい多かったもんね。多かった。うん。もうやめてあげてください、みたいなやつとか。そうだね。りょうちゃんかわいそう、みたいな。いや、あれはちょっとね、楽しかったけどね、結果ね。うん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 。まあでも、あれが最初らへんじゃないドッキリをかけ出すさ。そうだね。それからどん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 なんかお互いなんかドッキリするようになってそうだね。うん。まあドッキリのきっかけみたいな。そうだね。うん。うん。ひょうにょう。翔太は？自分が仕掛けられてびっくりしたやつ。仕掛けられてびっくりしたやつ。せーの。ほい。いないはずの彼が朝目の前にいた時、年下彼氏の反応は？おはよう。なんでいるの？急に帰ってくること思った。うん、なんでいるの？はい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 。ほっこりするね。ああ、ほっこりするね。あれは良かったと思います。うん。うん。まあ嬉しいドッキリもね。嬉しいドッキリも。今までそのドッキリをね、いろいろやってきたんだけど。うんうんうん。まあなんか普通のさ、うん、やつでちょっと物足りないと思ってるからさ。え、そうなの？うん。だからどんどん。これ以上にエスカレートしていく感じ。これからもやっていこうかなと。ああ。思ってます。なるほどね。はい。じゃあもうそれに対して俺は仕返しをしていけばいいってことだよね。そうだね。あ、うん、なので、あんまり、あれですよ、コメント欄は聞かないで大丈夫。あ、全然。もっともっとみたいなぐらいでも平気です。ああ、確かにね。あんま気にしないでもらえたら、ねうん。楽しんでやってるからね。そう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 。まだまだ、手ぬるいなとは思ってひょうにょうっていう感じでまだまだね、うん、来年もドッキリはどんどんやっていこうと思うので、うんうんうん、見てもらえればとちょっと大掛かりなドッキリしたいな。そうだね。なんか周りを巻き込んでわかる。このお店の中の人全員仕掛けです。本
と子は人間不信になりそう。というわけでですね、はい、今年の僕たちの動画の思い出、うん、をちょっと振り返ってみたんですけれども、はい、見ていただいてる皆さんはどの動画が一番思い出に残ってるでしょうか。ぜひぜひコメントで教えてください。教えてください。はい、はい、またね、来年もたくさん動画をね、うん、今までのペースと変わらないとは思うんですけれども、うん、出していきたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、はい、あと最初に言いましたグッズもあと、うん、残りわずか、うん、期間が12月の25日までなので、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。